今の中腹生活協同組合のテーマという歌を歌います。僕の家は山の中腹にある。山とは言っても標高147メートル。最近近所に若い2人が越してきた。僕が歌の練習しとったら2人の家までよく聞こえるらしい。彼は大工仕事が得意、彼女は旗織り染め物が得意。2人はコツコツ家を直しながら暮らしとる。2人の家はすごい静かじゃけん虫の音もよく聞こえる。ロボと2人は秋の虫たちのように楽しくおしゃべりをする。僕らの家は山の中腹にある。山とは言っても標高147メートル。山のてっぺんには電波塔があって、夕方には無数のカラスで真っ黒になる。そいつが山をまるで海賊船のようにたくましく見せる。僕らは無言のうちに山の中腹生活者協同組合を結成し、海賊になって船出する。くるっと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 る。僕ら山の海賊、このちっとも動かない緑の船で何を奪おうか考えるばかりで、ちっとも動こうとしない煮え切らない海賊。僕ら山の海賊、このちっとも動かない緑の船で何を奪おうか考えるばかりで、ちっとも動こうとしない煮え切らない海賊。僕ら山の海賊、このちっとも動かない緑の船で何を奪おうか考えるばかりで、ちっとも動こうとしない煮え切らない海賊。ぐるっと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 。147メートル。僕らの家は山の中腹にある。山とは言っても標高147メートルの丹後山という名前の山。ぐるっとぐるっと大塚丹後が住んどった。ぐるっとぐるっと。最後に、桑田さんと、ハドラムのハッタン、ハッタン、タヤ、ボーカルタヤ、みんな、三人で、ハッタンさんと、三人で、僕のクリスマスに温泉という歌を合わせてみたいと思います。失礼しました。クリスマスに温泉に行くという歌で、少し季節外れではあるんですけど、桑田さんが、はい、すみませんあ、すみません、そういうことを言おうとしたわけじゃないんです、僕は今桑田さんがリクエストしてくれました。ナッシュビルの YouTube に上がってたんですけど、はい、最後の部分しか
なんかあ途中までそれがクリスマスの歌がちょっと分かんなかったんで、そうそうそう、でもね、聞いていただいたら分かるんですけど、結構その、僕10年以上前に作った歌なんですけども、なんかこう反骨心というかねを感じますね。なんで、季節はちょっと違いますけど、聞いてください。またでーす。またー。お疲れ様。